はいさーい。いや、本日もお部屋の中からお届けしておりますけれども、沖縄はね、現在台風17号で、もう雨にも負けて、風にも負けてっていう状況で配信をしております。はい。ということで、本日も写真のことについて楽しく学んでいきましょう。はい、ということでね、本日は2本目のレンズ何を買うかっていう議題についてトークしていきたいと思います。うちのチャンネルはやっぱ写真系の動画が多いですから、結構この手の質問を受けることが多いんですよね。2本目何にすればいいですか大輔さんって。ね、もうそれに関して僕が言えることといえば、知らんわいっていう話なんですよ。いや、知るはずがないんですよ。その人がどういう予算感でどういうものを撮りたくて、どういう焦点距離が好きなのかとか、そういうのも全くわからない状況で、これがいいですよってのも言えないものなんですよね。とはいえですよ、2本目何を買おうか迷うっていう気持ちはわかりますので、今回の動画はね、そういう疑問を持つ方、そういう悩みを持つ方の参考になる動画になればいいなと思っております。ということでね、大体ね、カメラを初心者の方が購入すると、カメラについてるキットレンズっていうもの、これをね、1本目のレンズとして使うことが多いと思うんですよね。で、このキットレンズっていうのはどういうレンズかというと、使いやすい焦点距離と、それから、作りに対して非常に高いコスパというものになるんですね。なので最初のレンズとして選ぶのはすごいありだと思うんですよ。だからまあ皆さん最初はね、カメラとレンズがセットになってるズームレンズキットっていうのを買うことが多いかなと思うんですけれども、大体写真にはまり始めてくると、ちょっと違うものも使ってみたいなっていう風にだんだん欲が湧いてくるんですよね。でまあ2本目の購入を検討することになると思うんですけれども、この2本目のレンズを悩んでる期間、それから届いてそれを使って、うわーすごいもの撮れるなーって感動する瞬間っていうのが、カメラにね、本気でハマる第一歩になることが多いんですね。その中でじゃあ2本目は何にしようっていう、結構ね、安い買い物でもないですから迷う方も多いと思うんですよ。で、僕から言えることとしてはですね、2本目のレンズは基本的に単焦点レンズを買った方がいいかなというふうに、思ってるんですね。ズームレンズと単焦点レンズの違いについてっていうものをちょっと語っていきたいんですけれども、ズームレンズっていうのは基本的に焦点距離に幅を持って使うことができるレンズのことなんですよね。で、対して単焦点レンズというのは、単焦点っていう名の通りに、焦点距離がね、固定されてるんですよ。例えばこれだと 24mmF1.4 というレンズなんですけれども、24mm という焦点距離以外で撮ることはできないんですね。一見するとそれ不便なように感じる方も多いかなと思うんですけれども、使い始めてみるとね、不便なんてことはもう全然感じなくなります。それはもちろんね、ズームレンズの方が便利には便利ですよ。でも便利さとはちょっと変えられないような表現力とかを手にすることができるんですね。非常にコンパクトでね、明るいものが多い。明るいというのは F 値が低いということですね。で、F 値が低いと何がいいかというと、背景がすごい綺麗にぼけますし、それから何といっても暗いところでも明るさを稼げるっていうすごいメリットがあるんですよね。で、この2本目選ぶときにですね、何を基準に選ぶかということになってくると、一つはまず焦点距離ですよね。その撮った写真のイメージを大きく決めるのでね。で、もう一つは F 値ですよね。F 値はやっぱりね、基本的に低ければ低いほどいいし、低ければ低いほど高いというものになります。で、その3ですね。これ結構忘れられがちなんですけれども、最短撮影距離っていうのは非常に大切です。例えば普段スナップでね、こうカフェでテーブルフォトとか撮るときにさ、最短撮影距離が15センチとかのカメラだったらすごい寄って撮影できるわけじゃないですか。でもそれが例えば68センチとかだったとしたら、もうテーブルに対してこんなに離れて撮らないといけなくなりますので、それは結構不便だったりしますよね。なのでこの3つのポイントっていうのは、選ぶ上において非常に重要なポイントです。そして4つ目のポイントとしてあるのが、金額ですよね。コスパっていうところがかなり重要になってくるのかなというふうに思っております。で、そのコスパで言うとですね、一番コスパがいいなと思うのは、各メーカーに言えることなんですけれども、マキエレンズと言われる 50mmF1.8 を中心としたレンズなんですね。まあ、この 50mm というのはフルサイズ換算ですので、APS-C 機使ってる方だったら、35mmF1.8 とかね、そのあたりのレンズっていうのが非常に安くて使い勝手がいいです。キャノンとかニコンとかの一眼レフ用のマキエレンズだったら、もう中古でね、6、7000円とかで 50mmF1.8 とか買えたりするんですよ。で、このマキエレンズってなんでマキエレンズって言われてるかっていうと、まあ、釣りとかでさ、ほら、マキエを巻いてこう魚を寄せてさ、それで実際に針についた餌を食わせて釣るみたいなとこあるじゃないですか。こう安くて品質のいいレンズをバラバラっと巻いてですね、で、皆さんに買ってもらって単焦点の楽しさを知ってもらうと。そしたら次の高い単焦点を3本目購入するわけじゃないですか。それにまあ繋げるレンズとして、
キエレンズって言われてるわけなんですけれども、なんかマキエって聞くとね、こうあまりいい印象を持たないって方も多いのかなと思うんですけれども、実際には値段に対して品質が良いという、まあ、超高コスパなものなんですよね。なのでできれば最初の単焦点というか2本目のレンズっていうものは、そういうマキエレンズと言われる各メーカーで用意されているものをおすすめします。はい、ということで今マキエレンズについて話していったわけなんですけれども、あの予算がある人に関しては、まあ、そのマキエレンズを2本目に選ぶっていうことが全てだとは思わないんですね。例えばですよ、あの焦点距離っていうものがやっぱり皆さん好きな焦点距離とかあると思うんですよ。僕で言うとね、だいたい 24mm から 35mm ぐらいの間が一番好きな画角になってくるわけなんですけれども、単焦点レンズっていうのはズームレンズと違って、買ったらですね、ずっとその焦点距離と付き合わなければならないわけですよ。だからこのレンズの焦点距離っていうのが自分にどれだけフィットするかっていうのはすごい重要になってくるんですね。そういった意味では試さずに買うっていうのはあんまり良くないんですよ。なので近くにショップさんとかあるのであれば、一度行って試しに使ってみるっていうのも一つの手なんですね。あとは今自分が持ってるズームレンズで、こう例えば 35mm の単焦点買いたいんだったら、こう 35mm に合わせてですね、でこれで試しに撮ってみればいいんですよ。そしたら大体、ああ 35mm ってこのぐらいかっていうのが、まあ、分かってくるかなと思うんですよね。自分が風景とか、スナップとかそういうのが好きであれば、で万能に対応したいのであれば、できればまあ 35mm 以下ですかね。で続いて F 値についてなんですけれども、 F 値っていうのはまあ皆さんも分かってると思うんですけど、 F 値が低ければ低いほど背景がボケて、それから明るさを確保できるわけですよね。なので暗いところで撮影するときなんかはもう F 値が低ければ低いほど有利なんですよね。そういった観点から考えたら、じゃあ F 値低ければ低いほどええやんっていう話になってくると思うんですけれども、これもやっぱり予算との兼ね合いなんですよ。例えば F 値がね 1.8 の 50mm のレンズっていうのは、だいたい金額的に言うと1万円とか2万円とかで手に入るんですけど、 F 値が 1.4 の 50mm とかってなると、途端に15万とか20万とかっていう風に金額がバカみたいに跳ね上がるんですよね。なのでこのあたり予算感との相談ということになってくるかなと思うんですけれどもね。ちなみに僕がさっきから見せているこの 24mmF1.4 という単焦点レンズ、これ多分20万ぐらいしたと思うんですよね。高いですよね。まあこの F 値が低くなればなるほどね、コストが高くなるなっていうのは本当に感じますね。ではちょっとここで焦点距離別にあの写真を見ていただきたいと思います。サンスタ。はい、という感じでね、今写真を見てある程度、あこの焦点距離いいなとかっていう風にね、思った部分もあると思うんですよ。こういう風にあのネットとかでね、こう欲しいレンズの写真とかを調べて、その写真を見て、あこの写り好きだなとか、あこの焦点距離好きだなとかっていう風に、大体こう当たりがつくようになってこれば、おのずと自分が欲しいレンズっていうのは決まってくると思うんですね。なので自分が欲しいレンズ、2本目のレンズ何にするかって決めたいってなった時に、一番大切なことはネットでいろんなレンズの作例を見ることなんですよ。その中で欲しいレンズとかっていうのは決まってくると思いますので、どんどんネットで作例を見てほしいなというふうに思いますね。はい、という感じでね、もう本当に2本目のレンズ何がいいですかっていうのは、人に聞いても答えっていうのは出てこないものですので、今日僕が、皆さんにお伝えした内容をもとにですね、皆さんも自分でこういろいろと自分が欲しいものを調べてみてですね、購入していただければなと思います。まあ、僕的には本当に鉄板は2本目は 50mmF1.8 もしくは 35mmF1.8 などのマキエレンズですね。このあたりをおすすめしていきたいなというふうに思っております。はい、ということでね、本日ももうベラベラくっちゃべってますけれどもね、はい、楽しんでいただけましたでしょうかね。参考になった方はね、グッドボタンといいねよろしく、あ、同じだ。参考になった方はね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。他にも写真系の動画いっぱいアップしておりますので、ぜひバックナンバー見てみてください。それではまた次回もお楽しみに。 See you!